北西町阿劇にあるプチ鉄道博物館。安藤館長に鉄道と関わるようになったきっかけをお伺いしました。子供が高校になると北西線を使うなっていう頃なんですけど、それじゃあこれからも走り続けてほしいなと思って、それでアグレッシブクラブっていうところがあって、八幡祭りというお祭りがあるんですけど、そこの山車に北西線の車両を作っている人がいて、いやこれは私も仲間に入れてもらおうと思って一緒に入っていったのが最初ですね。こちらに博物館を開こうと思ったきっかけは、鉄道マニアじゃないかと思って、皆さん資料とか写真だったりとか模型だったりとかいろんなものをここへ提供していただいたんですけど、押し入れにしまうところはちょっともったいないなと思ってこの博物館を作りました。今では貴重な鉄道の資料が数多くあります。まあ私にもよくわからないんですけど、北西線の昔の資料、新聞記事だったりとか雑誌とか、あと写真だったりとか、撮った人がどなたかはわからないんですけど、たくさん昔の貴重な写真がきちっと整理されているので、皆さんまたご覧になっていただければいいなと思います。安藤さんの地元への思いは、北西線を利用するためだけの応援じゃなくて、まちづくりっていうところで北西線を利用しようという、まあずっと走り続けているので風景に溶け込んでると思うんですけれども、改めて北西線の魅力、線路幅が762ミリしかないナローゲージと言われるもの、これが全国にも数少ないというところ、そういうのを売りにしたりして阿劇の町に来ていただく、そしたらここには東林館があるよとか、昔の郵便局があるよとか、こんな石垣があるよみたいな町の魅力、そういうところを発信していけるような場所になればいいなと思っています。気軽に見学することができます。ぜひ訪れてみてください。